ペスカ岡山は岡山県岡山市北区にある地下街。かつての岡山駅地下3番街が改装してオープンした。株式会社ウエストが運営。名称はイタリア語でももを意味する。岡山駅地下3番街は1959年に中四国地方発の地下街として岡山駅地下商店街の名称でオープンした。当時は駅前で最も賑やかだった。 駅前町と岡山駅をつなぐ役割を果たしていた。その後、1961年に岡山会館ビルが完成すると、同ビル地下1階と地下街が接続された。さらに、1977年頃には、岡山駅地下3番街と名称を変更した。ちなみに、名称変更当時、岡山会館2階には、岡山会館2番街があり、1番街と2番街を結ぶ。 地下街として三番街の名称となったという。入り口の看板には、岡山駅地下三番街と描かれるなど、テナントは買い物、観光客相手の食事どころやサラリーマン御用達の、居酒屋などの飲食店が中心で流星を極めた。しかし、南隣に一番街、その先の地上では、本町の高島屋や、駅前町の大英等の大型店が、相次いでオープンしてからは、 人の流れは変わっていった。また、若年層をターゲットに医療品店を中心に構成し、リフレッシュを繰り返し、テナントの入れ替えも積極的に行っていた一番街とは、対照的に三番街は改装は行ったものの、基本的な店舗構成は変わらず、建物自体の老朽化、陳腐化も否めなかった。その後も1日の平均通行者数は約7500人であり、 地下道として人通りは少なくなかったが商業施設としては岡山海館や駅前商店街と共に徐々に衰退していったそして2006年6月岡山海館から供給されている電力空調設備がビルの工事のために止められることが発表これにより3番街は一時閉鎖となったその後2007年11月に岡山会館ビルが 成道岡山ビルとして再オープン後も閉鎖状態が続いていたが運営会社のヤマトから権利を買い取った株式会社ウエストが2008年7月から全面改装工事を実施高級ホテルをイメージしたダイリー縛りの内装にするほか耐震補強を施し肺炎設備も設置し医療品などの新規店舗を導入して2009年3月を目処に 再オープンする予定であったが、テナント誘致に難航し、同年7月、その後、同年秋、さらに2010年春と、たびたび開業時期が延期された。ようやく2010年6月18日に、同地課外は、ペスカ岡山の名称でオープンした。名称の、ペスカはイタリア語で、桃を意味するもので、当初は14店で開業し、2011年現在19店で、 営業している。岡山県発の有料の公衆トイレも設置された。2014年8月現在は人通りが少ないためだんだんと店舗が減っていき、店舗が入居している区域よりもテナント募集中になっている区域の方が非常に多く一桁台の店舗数になっている。一番街内の通路は24時間いつでも通行可能なのに対しペスカ専用で入り口は 夜間はシャッターが閉まり通行不可能になっており、市役所から通路を24時間通行可能にするように、何回も通告を受けているのに、犯罪防止のためだと言い,い通告を却下して、受け入れていない。なおウエストの社長は、岡山県赤岩市の出身で、岸はライフクリエイト創業者、竜電ホールディングス取締役会長などを務める、西岡進である。隣接する。 地下街として、岡山一番街がある。ただし、会社、歴史的にも関係は浅い。隣接する施設として、成道岡山ビルがある。岡山駅と成道岡山ビルを結ぶ役割を通し施設が果たしている。また、旧名称である岡山地下三番街も、成道岡山ビル前身の岡山会館によるもので、歴史的にも関係がある。ただ、 投資施設の運営会社、株式会社ウエストと、成道岡山ビルの株式会社のあり道は関係がなく、会社的には現在は関係が浅い。ありがとうございます。